とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はランダム報酬タワー行きたいと思います。今回、意外と装備に助けられてるところがあるので、厳しいかもしれない。いや、でもまあ、クリーパーだからね、今回、厄介なのは。なので、いや、クリーパーだけじゃないぞ、厄介なの。厄介なのは他にもいるよね。さあ、どうなることか。いけるかな？まあ、ここ、最近はずっとクリアできてるので、多分大丈夫なような気はするんですけど。はい、では、いきまーす。5!最初星寄るがないときついんだよな。でも違う、ゴーレムキットか。で、あれですね、6が出たら引き直します。うん、何もなしっていうのはちょっとなしにしましょう。必ず何か取るようにですね。よし、ゴーレムどうだ。いや、意外といいか？悪くはないかもしれない。いや、そりゃそうだよね。ゴーレムいいよ。でも最初に取ったゴーレムだから、あとあとはまあ使えないとは思うけど。途中までは、あう！使っていきましょう。よっしゃ、いけー。終わり。次いきます。1。いや、さっき1だった。さっき1欲しかったな。ランタン珍しいの来た。ちょっと待て、これで火力を若干上げよう。いや、厳しい。ここ厳しいな。あ、でも草刈りできるからソウルはたまる。うん、でも ランタン使う。いや、まあまあいいかもよ。ランタン意外と優秀かもしれないからね。やべえやべえ、もうすでに結構ピンチだ。よし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 、オッケーオッケーオッケー。まあ、とにかくクリーパーに注意して行こうよ。よしよし、ちょっと待って、ここ倒したいな。よし、ちょっとそこ倒していきたい。マジか。オッケー。うん、あいつさえ倒せればなんとかなるね。いいでしょう。で、ソウルマックスまでね、上げることもまあできたんだけども、いいか、いいいい、いけるいける。あとはお前だけ。ちょっと減りすぎ、めちゃくちゃ食らうじゃん。はい、ああミスった、ごめん。やります。3。あー、ハーハーベースだね。あ、でもまあまあソウルがそこそこあるんで、よくない、悪くない気はしますよ。うん、 OK、 お、全然ダメではない。ね、何もかもあれだよ、使い方次第で。ハーベスターはボス戦でね、重宝しそうな気するんだよね。だからちょっとソウルは使わずにある程度貯めときます。うん、 OK。
ケーオッケーオッケー。じゃないとちょっとボスがね、賢者厳しいと思うんですよね。オッケー。え、まだ、あ、いた。よし、いきます。4。まあ、ここでクレイモアが出てきてくれて、で商人でクレイモアは防具を上げるっていうのでもよかったけどな。まあまあいいとしましょう。よし、あお食らってる。ダウンかい。あぶね。ちょっと待って待って待って。あ、そうだ、エンチャント入れてなかった。いきまーす。3。どれにする？ランタンかな。ランタンですね。で、武器上げないとどうしようもないんだけども、変わる可能性があるので、ゴーレム良くない？うん、ゴーレムにこう任せ、ちょっと待って、クールタイム中だ。ちょっと待ってね、エンチャント考えましょう。あ、ここに来てエンチャント考えりゃいい。で、ここで雪玉をとりあえずにだね。で、これでいきますか。行こう。まあ氷とハーベスターでこっちは倒せんのよ多分。いや、きついな。いや、きついわ。よし。いや、無理か、無理か。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って犬がすごい吠えてる。めちゃくちゃ吠えてる。 OK、 でもよし、倒せました。はい、では行きましょう。わわお言うね。2。ああ、ハプン。オッケー。あ、でもなんか、エンチャントはいまいち良くないっすね。でも武器欲しいな。武器がまだ初期のまんまなので、そこをなんとかしたいっすけどね。初期武器はちょっと厳しいな。え、ずっと吠えてるな。どうした。よし、 OK、まあ、特に問題はないけども、ちょっと火力はない。うん、倒すのにこれ時間かかるわ。8回クリア。次いきまーす。5。ちょっと待って、ちょっとえらい興奮してる。え、5だった。おー、いいね。釣り竿いいんじゃない。あ、じゃあ連打しよう。お、釣り竿が来たならばちょっと連打させてもらいます。いや、でもこれね、武器がね出なかったら終わりだからね。うん、やべ、連打武器が出なかったらもうおしまいです。ちょっと待って、ちょっと欲しいな。 OK。 ちょい、なんかこれ挟まってる。はい、9回おしまーい。1。種か。
ハーベスター変えようか。ちょっと待って、武器が初期。もう10回なのに、ちょっと武器初期はちょっときついぞ。まあまあ、釣り竿があるからって言っても、もうダメだよ。もうさすがに使えない。いや、これきついな。ここは。OK。よし。いやー。これもうちょっと倒せなくなってるね。まあ、種があるから。まだちょっとはマシですけども。いや、火力はない。よし。武器欲しい。いきます。5!5 は、何でしょうか。いい、いい、いい。まあまあまあ。連打はね、これできないだよね。連打はできないけども。まあ良くなったと思う。で、8と、火属性入れとけ。いけるはず。よし。火力問題なし。でも、できれば、連打ができるやつに変えてほしい。連打ができるやつがいいな。でも、結構連打できる武器今回多かった気がするんですよね。なのでそれが出てきてくれればいい。いきます。3。まあ、種かな。いや、使えるんだけどね。使えるんだけども、そうね、あとあと釣り竿はね、多分使えるようになる気がするのよ。なので取っときます。今は使えなくとも、あとあといいならばそれでいいでしょう。よし、 OK。あぶねえ。よし。あぶねえ。いや、雪玉がね、いい感じ。雪玉がいい感じです。おう。これね、ゴーレム強化してよかったかも。いきます。3。え、さっきも3じゃなかった。まあまあまあ、連打はできるけどさ。え、マジか。これでいこう。結構厳しいかもよ。これはちょっと結構厳しくなったかもしれない。いや、いけるな、いけるな。ああ、強い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 。連打は間違いなくて。よし。OK。あっ、おお、もう一キロ食らってる。ちょっと。よし。で、まだいるよね。よし。はい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 、いきます。1。ここはなんか違うやつ欲しかったな。まあこれでしょう。あちゃあちゃあちゃあ、オッケー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 。あ、いい。カバーどうかなと思ったけど意外といいよ。あそうか、そういう感じになるんだった。意外といい、意外といい。輝きも入ってるしね。
悪くないかもよ。 OK、 まあ、火力がねめちゃくちゃあるっていうわけではないけど全然戦っていけてる。うん、いいじゃん。いきます。3。お、いいんじゃない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 の。いいよ。おお、よくなった、よくなった。衝撃波ビームを出しましょう。あ、やばい、最強武器になった。あ、これはもうぬるいよ。これでもうクリアまでいけるぐらいになったね。うん、もうクリアまで全然いけるよこれ。じゃあクリーパーもこれで怖くない。でも武器だから変わるんだよな多分ね。っていうか防具よ、もう防具が点でダメじゃん。変えないと。4。あ、いや、テンペストナイフは一応いけるんだ。いけるいけるいける、いや、いけるいける。いや、でもよくなくなったぞ。せめて輝きついててくれればな。なんとかガードストライク多めに入れて耐えようじゃないと、もう防具が弱くてね。え、ちょっと待って。あ、そうだった、テンペストナイフはキノコありじゃないと無理だった。マジか、これちょっとまずいぞ。テンペストナイフ、これあれだ、空振りするやつだ。いや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 、素振りはきついぞ。素振りするやつきついって。よしよっしゃ。まあこの武器自体はまあ悪くないからね、いいとしましょう。6。ちょっと待って、振り直し。2。ドラ、ドラが欲しかった。え、これはもう防具上げるしかないでしょ、耐久ないもん。あ、いいじゃんいいじゃんいいじゃん、反逆者ならいい感じじゃない、いい感じっすよ。で、ヘビーだよな、ヘビーな。毒入れとけ。貴族性もそんな良くないけど行きましょう。いや、ここ、釣り竿を使いたかった。釣り竿なかったら結構時間かかるかも。 OK、 よし、待て待て待て、いいぞ、よし、 OK、 いいんじゃないですか。ちょっと待って、毒の力入れとけ。オーケー、うん、終わり。まあ、ああ間違えた隙あらば毒入れていかんとね。いきまーす。 4! え、あ、いやいや、うん、これ釣り竿無理か。いや、サンゴブレードこれまずいぞ。まあ、とりあえず、火属性と、いやいや、エール入れたぐらいじゃこれダメージねえよ。でもまあ、ないよりマシか。いきまーす。いや、きつい。やっぱりこれ、うん、釣り竿連打できないわ。
キノコがいるタイプだ。おお、なるほどね。厳しいぞ。オッケーオッケー。あ、でも、うん、ヘビークロスは消費激しいけど、まあ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 、いい、いけ、ナイス。やばい、ゴーレムやられた。でもクリーパーあらかたやってくれたんで OK、 問題なし。待て、めんどくせえこいつら。よし OK、 いけた。あっち、ちょっとめんどくせえのがおるな。よしよし、いやいや、こう編成的にはなんか、うん、いいかもしんないね。武器はどうかと思うけど。よし、 OK、 いきます。3武器変えて、まあ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 いいか。いや、よくはないな、よくはないけど、テンポセフトかな。いきます。ここら辺からちょっときつくなる、うん、ちょっと武器を早めに変えないとこれは結構まずいと思う、うん、これちょっとまずいぞ。あ、そうか、おお、俺ヘビークロスボウ持ってる気でいた。違う違う、もう変わったんだ。まあ、チャージショットがそれなりに強いけどね。いや、でもこれ違うな。6、ちょっと待って、1、あー、オッケー、うん、武器良くなったよ、武器良くなった。クリティカルかな、これでいきまーす。ちょっと待って、ゴーレムの HP がもうない。これ、HP 更新できないからね。うん、そうね。更新したら面白くないよね。せずに行きます。まず、ゴーレムには一度倒れてもらった方が、ここはいいかもしんない。OK、OK。ちょっと待って。あ、そうだ、ミスった。俺はヘビークロス持ってるつもりだ。だから、あの毒の力がね、発生するかなーと思って今やったのよ。いや、完全にミスった、残念。はい、21回おしまい。次、3、弱くなった。ビーネスとか、まあ、8は出るんだけども、ちょっといまいちっすね。ちょっと待って、あ、ゴーレムがいるならばビーストバーストをちょっと入れときましょうか。ビーストバースト入れてるとちょっと面白いかもしれない。うん、これでちょっとなんとかやってみましょう。やべえ結構厳しい。あ、やっぱり耐久力がもう一気になくなったのよね。いや、厳しい。いや、ほんとさっきまでがめちゃくちゃ良かったんで、悪くなったな。これよし、では行きましょう。ちょっと待って、防具もこれじゃやだな。5、あー、4だ、正解4だ。アップドラフトかな。ゴーレムはなんかね、絶対いる気がするのよ。うん、あで一応釣り竿でいけるね。うん、一応釣り竿ではいけるわ。 OK、 いいね、いいダメージじゃん。
うん、まあ、釣り竿使わなくてもいいけど、これだったら。でも一応釣り竿でもいけるっていうことで、どうでしょう。おい、いいね。おっと、ちょっと待って、エンチャンターまず倒す。 OK。 ちょっと待って、耐久力ない。ああーなるほど、今のビーストバーストね。1、2だった、2でした。でもまあこれ自体は強い。次虚無入れるか。残りはあと5回か。もう少しやね。ああ旋風鶴橋だったらいける。オッケーオッケーオッケー。強いわな、この武器は強い。オッケー。防具をなんとかしたい。もう耐久力がもう全然だから。あ、でも蜂が出るところはいいよね。蜂が出るところは、うん、このクリーパー多めのタワーには向いてるか。そうね、そこだけはいいな。 OK、 よっしゃ。ゴーレムがね、もうそろそろパワーが足りない。 5! 変えよっか、ゴーレムをさ。うん、8にしよう。いや、まあまあまあいいや、まあいいや。いや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 、ちょっと待って、耐久力がもう全然ない。ちょっと待って、いや大丈夫、遠距離からチャージショット打ってればまあまあまあいけるわ。オッケー。あ、そうかそうか、これ連打するにはキノコがいるんだった。そう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 、めちゃくちゃ強いんだけどキノコいるのよね、これ。はい、3。いらんぞ。まあまあ、うーん、まあ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 、耐久力はねこれで上がったわ。うん、耐久力上がったから、まあそれはいいとしましょう。うん、そこはいいけども、よし、ああ、いや、いけるいける、全然余裕だわ、問題ない。うん、まあむしろこのツルハシめちゃくちゃいいじゃん。ツルハシすごいよ。よし、あ、お前がいたのね。めちゃくちゃ減る。何その火力。いきます、6。ちょっと待って、振り直し。4。あー、まあまあね、防御、あー、ここきつい。あー、でも大丈夫、ポーションバリアある、いけるやろ。虚無入れて、うん、いいか、行こう。いや、きついな。まあまあまあ、ポーションバリア入れて突っ込みますか。そうすればいける気もする。いくぞ。うん、オッケーオッケー。ああ、まあ大丈夫ね、ポーションまではちょっと取っとけ。こっちでも使うかな、奥の方でも使うんで。
や、きついか。よし、 OK。 あ、いいね、いけた、 OK。 ちょっとポーションバリア使うかちょっと悩んだけども、使わずにいけるもんだね。よし、 OK。 うんうん、力の意味はやっぱね、火力がある。俺火力あるな。で、奥のところはまあまあポーションバリア使って突っ込もうか。あ、え、まあ、そしたら全然いけると思います。で、ここクリアした後の28回ね、きついのは。あぶねえ。よし、 OK、いけた、頑張りましょう。3、なるほど、いや悪くないかもよ。あー、まあドックと輝き入れろ、これでいこう。これだ、いきます。だね、これ釣り竿が無駄やったな。釣り竿が思いっきり無駄になってるな。最初から結構大切に持ってたやつなんだけども、いや無駄だったな。よし、 OK、 OK。 ああ、いいじゃんいいじゃんいいじゃん。危ない危ない、ちょっと待って、やばい、押し込まれてる、やばいやばい。すげえ押し込まれた。あ、でもいける。いや、さすがバジネスト、素晴らしい素晴らしいよ。ていてていいいんじゃない、いいっすよ。1、あーいらねえな。じゃあもうこれでいいやね。もう変な召喚ビルドみたいになったけどもいいでしょう。で、武器だろうね、ボスを倒しておしまい。うん、いけるもんだ。やっぱ蜂がね、結構いい動きしてくれたと思います今回のは。うん、蜂が良かった。よし、何やね、青か。青いらねえな、できれば緑が理想でしたけども。あー、雑魚が出てくるかよかったな。よし、でこれ雑魚処理もしやすいんで大丈夫よ。危ない、危ないって。おお、あ、なるほどね、テンポセットを入れながらいきゃいい。テンポセットを入れながらいくと意外と面白い。あれ、これ雑魚処理メインでいこう。ちょっと待って、キッズ、あぶね、ちょっときつかった。で、なんで羊、お前青しか出ないの。青いらんって、青は一番いらん。よし、 OKOK、 よし、いけたね、 OK です。はい、いけました、クリアです。報酬見て終わります。なんだ。ビーネスト、毒に旋風いらないな。あー、これはいいんじゃない。うん、連鎖反応の汚れ悪くないと思います。
はい、ではまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。